はい、こんばんは、竹下敦です、先ほどですね、黒沢楽器さんから、連絡がありまして、ブルガリアのギターの、オルフェウス・バレーギターズ、ネックの調整をしていただくためにね、預けていたんですが、ネックの調整うまくいったということで、明日取りに行きたいと思います。すごくね、ボディのね、ボディ、こういう部分の材料なんかすごくよくって、すごくいい音がするんですよ。ちょっとキラキラっとした感じのね、すごくいい音がするんですけど、残念ながらね、やはり出来たてホヤホヤのギターなんでね、ネックがね、反ってきちゃうんですよね。今回ね、うまく調整してくださってたとしても、やっぱりまた反っちゃうんじゃないかなとは思うんですよ。で、やっぱりね、何度も何度もお願いするのも心苦しいんで、何度かね、自分でうまく矯正する方法を考えてるんですが、ガットギターは何台も所有したことがあって、今一番気に入ってるのは、このヤマハのたびたび登場しますが、ヤマハのこちらのね、1970年製の、ギターです。もう買った当初はね、本当にボロボロで、ペグってこの糸巻きのね、部分なんかも本当に回らなくて、油さしたりね、ブラシでこう一生懸命こすってあげたりして、でこういった傷なんかもね、穴埋めしたりして、やっとね、いい音が出るようになったんで、できればね、オルフェス・バレーギターズもね、手をかけてね、弾きやすいギターにしてあげたいと思うんですが、何分ね、ネックの調整っていうのは、これはね、専門のリペアマンがやっても難しいんですよ。エレキギターなんかの場合はね、この部分にロッドが入ってまして、でここの部分に蓋がついてるんです。見えます？でこの蓋をね、ネジでパカッと外すと、レンチで回せるようになってまして、ギターにね、こういうレンチが付属してるんです。これでね、こう回してあげることで、中のトラスロッドって言います、中のロッドがこういうふうにねじれるわけです。そうすると、こういうふうに見たときにネックが反っていても、まあ素人がグリグリやってもある程度直せちゃうんです。ところがね、ガットギターの場合は、エレガットっていうね、よくジプシーキングスさんなんかが弾いてるようなタイプの、こちらのボディに、こういうふうにこうカットが入ってて、ちょっとこう上の方のみたいな、上の方のフレーズがこう弾きやすかったりするんですよ。で今私はそういったタイプを所有してなくて、こういう本当のクラシックギターですねを、今一番大事にしているのはこのヤマハの、1970年製の G150D です。でこれもう50年も経ってるギターなんで、だいぶもう木が日本で安定してるんですね。ところがオルフェス・バレーギターズはブルガリアで作ったものを日本に輸入しているので、やっぱり湿度や気温の関係でね、どうしてもこう木が反るんですよね。なのでもう思い切って反った状態で引き倒しちゃうか、それとも残念ながらね、もう売却してしまうか、明日受け取りに行ってちょっと様子を見て決めたいと思います。弾けないギターでね、長く弾いててもあまりいいことないんで、自分がね、弾きにくいと思ったら
手放してしまった方がいいと思います。それをね全く気にせず弾いてしまうプレイヤーもいるわけで、いやいやね弾いても弾かれる方のギターも嫌ですから、売却してしまって、新しいねオーナーの方に使っていただいた方がいいと思います。まあそんなにね、まだ、長く弾いてるギターでもないので、さほど愛着がないと言ったら、ちょっとギターがかわいそうですけど、まだね、まだまだ、生まれたばっかりなので、私のところで、弾かないで置いとくんであれば、新しいオーナーさんのところに、巣立っていってくれればいいなと思ってます。でもまあ内心黒沢楽器さんの技術力に期待しております。いろいろねご面倒おかけしますが、ありがとうございます。いつも竹下敦史でした。オルフエスバレーギターズ、音はいいですよ本当に。それではまた。